やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。ちょっと変わった時計が欲しくない？あるいはスピーカーにも、インテリアにもなる代物が。今回紹介するのは、ビブームの、ビブープラスだ。なんだか、クラシックなコンピューターのような外観を与えられたこの商品は、カスタマイズできる 16×16 ドットの、相手が素数の少ないディスプレイに、メカニカルな青軸の操作系を組み合わせた、インテリアとして素晴らしい一台。でもって、Bluetooth スピーカーでもある。かなり特殊なアイテムだけど、操作で悩むこともなく、アプリを使って簡単に画面もカスタマイズできる面白い商品だ。と、ここまで色々山積みだと、2万くらいはするかなぁ、と思いきや、普通に1万円で購入できるところも印象が良い。さらに、今回のプライムセールにも参加する予定だとか。詳しく見ていこう。外装は、チープというよりキッチュな印象で、カラフルながら落ち着いた色使いの構成となっている。スピーカーの音が出るのは、画面上部、操作感にもこだわっていて、パソコンのキーボードのような雰囲気の各種キー部分は、すべてメカニカルスイッチが採用され、さらには基部は発光する。音量の上下、画面の表示変更などで触ることになるな。横のレバーは、再生、停止を担うぞ。スイッチは右サイドにあって、昔のパソコンの外部メディアスロットのような雰囲気をしっかりと再現している。充電用の USB-C ポート、電源ボタン、長押しでオンオフ操作ができるぞ。それから、特徴的なのが、ミクロ SD スロットを備えていること。このおかげで、単体のマルチメディアスピーカーとしても使用することができる。もちろん、Bluetooth スピーカーとしても問題なく機能するぞ。電源を入れると、画面にデモが流れ、結構大きな音でブート音が響く。このブート音は、夜中とかだと気になるかもしれないな。いかにもパソコン前としたデモ画面や、クロック表示など、豊富な画面表示が選択できるぞ。また、この画面表示は、ダウンロードしたり、自分で作ることもできる。ビブーの公式アプリをスマホにインストールし、好きなアニメーションや画像をインストールすることもできるし、このアプリを使って、自ら画面に表示する、アニメーションまたは静止画を作成することも可能だ。僕にとっては、ビブープラスは、ベッドに置いて、眠る時の音楽を流したり、卓上で時計代わりに使ったり、といった用途が主になるな。もちろん、充電しながら使うこともできるので、充電しっぱなしで LED による時計兼スピーカーとして使うのもいいだろう。連続動作時間も8時間と長め、もちろん、画面もたっぷりと表示できる。ちなみに、ビブームはこのビブープラス以外にも、数多くの Bluetooth スピーカー、そして、同様の画面を持つデジタルフレームなど、機械性能を持つ姉妹品をバリエーション豊かに発売している、画面だけのデザインの、よりシンプルな Bluetooth スピーカーから、変わり種では、この画面を搭載したカバンなんてものまであるぞ。どれも、1ヨロズ5000円以下で購入できるので、機能から考えると決して高いものではない。このピクセルアート画面に興味を持ったら、他の商品も探してみてくれ。そんな風に、バリエーション豊かな画面付きインテリアのラインナップがあるため、先日の、誰かが作ったアニメーションをダウンロードできるコミュニティも豊かになってる。というわけだ。そんなわけで、かなり面白い雑貨、という面でも魅力的な商品なんだけど、Bluetooth スピーカーとしての性能はどうなんだろうか。より低音を重視しているデバイスに比べると、多少サブベースの圧力は少ないものの、ポータブルスピーカーとして、しっかりとバランスの取れた商品だ。音声、メロディなどなど、特に問題なく聞こえるな。具体的に、スピーカーとしての能力は、Google ホームミニに近い感じ、1世代前のエコードットに比べると、低音の量感では若干劣るものの、高音域に関しては問題なし。また、スピーカーが上面に向いているので、画面側だけでなく、側面、背面からもほぼ同様の聞こえ方をする、いわゆる360度スピーカーであるところも、インテリアとして配置を限定されない好印象を受けたぞ。小型、他の機能も入ってスペースとしては小さいため、出力としてはパーソナル向けな感じの範囲を出ないものの、それでも、ベッドサイドや卓上で使うのに十分な性能だ。というわけで、小さくて、手元で鳴らすのにちょうどいい性能のスピーカーと、それから、画面、操作感、というプレミアム性が合わさってるにしては、1万、1000円は十分に安いと思う。見た目でビビッときた人にとっては、いろいろ作り込まれてるし、やりたいことも大体できるぞ。特に小さいながら、メカニカルスイッチのキーを採用してたり、質感にもこだわってるので、この手の出来のいい雑貨が欲しい人におすすめだ。ビブームという雑貨のジャンル自体が面白いものだと思うので、検討してみてはいかがかな。と、こんなところだな。面白いガジェットだと思う。ビブーム系のディスプレイという、出来のいいプラットフォームの一部、ということも、この出来の良さにつながってると思う。
見た目とディスプレイにビビッときたら、おそらく想像以上にきちんと作られてる製品が安く手に入るはずだ、といったところで今回はここまで。